こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説部を読んでから後でその四字熟語を半紙に腕で楷書、行書、草書、それと創作作品の参考作品を書いてみます。今日の四字熟語は科学上達です。意味は、手近で初歩的なところから学び始めて、次第に深い学問の奥義にまで進んでいくことです。使い方は、何を学ぶにしても科学上達が大事だというふうに使います。それでは今から科学上達を楷書で書いています。今から科学上達を行書で書いてみます。今から科学上達を草書で書いてみます。今から科学上達の創作作品を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。